シーズン、皆さんへのご挨拶ステージを行わせていただきたいなと思います。ではでは、マー君たち M スプラッシュ準備は大丈夫かな。ではマー君、リンちゃん、ズーちゃん、クール、 M スプラッシュのみんな、カモン。衣装もね、新しくなりまして、装いも新たに、また新メンバーも多数入りましてね、 M スプラッシュの登場でございます。そしてそして、マー君、リンちゃん、ズーちゃん、クールもステージへお願いします。はいはいはい、どうぞ。はいはいはい、なんだろう、M のみんなね、多分ね、お兄さんが寄りすぎかな。そうだね。そう、まだバランスがね、ちょっとね、バランスがね、さあ、こっちも寄りすぎだな。はい、こっちもね。さあ、あれ、ということで、クールさんいる、はい、はい、全員揃いました。早速ね、まあ、ちょっと本当はみんな一人一人ご挨拶したいところですが、まあ、ちょっとお時間の関係で、まずは M スプラッシュを代表いたしまして、はい、じゃないでしょ、いつから M スプラッシュだったの。ね、ではお腹まぐればいいってもんじゃないのよ。ではリーダーのアンナから一言もらいましょう。一本前どうぞ。はい、お願いします。はい、アンちゃん、ありがとうございます。今日は最後は寒い中でしたが、最後まで応援していただいてありがとうございました。今日から開幕ということで、勝ってすごく気持ちいい、何て言うんですか、素晴らしい気持ちでこれから開幕していくので、このメンバーで皆さんと一緒にマリーンズを応援できたらしていきたいと思いますので、どうぞ今シーズンよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、リーダーの朝から、まずはね、 M スプラッシュを代表して一言もらいました。はい、では続いてキャラクターのみんなを代表して、マー君、なんか書いてきた。いや、運じゃなくてあなたです。なんか書いてきたの。あなたですね。お、あ、できてる、もう。え、なし、表なし、わかりづらい。おもてなし、仕込んできたな、これ。なしよじゃないの、それなしよになっちゃったからね。マー君の今年は何も、おもてなしの一言。はい、それなし表になっちゃったんですけどね。そうよ、逆よ、それ。逆ですね。おもてなしね。おもてなし。じゃあ、もうマー君ももう何年もね、この QVC マリンフィールドを盛り上げてきたけれども、今まで以上に、おもてなすよということでいいんですね。いいんですね。ちょっと、頼みますよ。いいですよね。今ほら、マー君、さっきもね、お兄さんたちとお話ししてたんだけど、今ほら、選挙出馬してるでしょ。熱く、勇ましく、泥臭くのどれかに選んでもらうんでしょ。どれがいい。え、何書いてる。今年もね、お兄さん、つないどいて。え、つないどくの。え、今年もね、マー君の公約は、日本一になったら、やはり空を飛ぶという公約です。もう3年目になりますからね。ぜひ今年こそはマー君をね、はい、これですね、はい、こちら、あったんだこんなの、はい、マー君のポスターということで。ねえねえ、ちょっと衝撃な事実、はい、わかりました。投票用紙にマー君の名前がないの。ないんだね。ないの。出来レースじゃないね。そうなの。か、書くんだって、書くんだって、マー君って書くっていう。皆さん、マー君って書いてあげてください。はい、遊びじゃないんだよと、こっちは。マー君、記入式だって。記入式だから大丈夫。うん、だからすいません、急に態度変わるよね。まあ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 、よろしくお願いします。一票よろしくお願いします。おもてなしどころかね、裏も表もあるじゃないね。さあ、ということでですね、裏ないところ、裏何もないですからね。うまいじゃないよ。さあ、はい、ということで、全然まとまってませんけれどもね、まあ、今年もこんな感じで、QVC マリンフィールド、そしてマリンズをどんどん盛り上げていきますので、皆さんね、やっぱり皆さんの力がないと、ゴールデンイヤーと言ってもね、優勝するっていうのはすごく難しいことだと思いますので、一試合でも多く足を運んでいただいて、マリンズへ熱い応援をよろしくお願いします。では最後にちょっと記念撮影のお時間だけ設けましょうか。はい、そうしましょう。はい、じゃあちょっとマー君、リンちゃん、M プラスの真似しないの。さあ、でちょっと皆さんです、写真を撮りやすい体験にどの辺がいいかな。スーちゃん預かるよ、ポスター。後ろの方がいい、照明的に。真ん中ら辺で、じゃあ M プラスのみんな真ん中ら辺がいいって。はい、預かります。お願いします。はい、じゃあちょっと写真を撮る体験。そうね、リーダーたちセンターにほらちょっとあれして、あれしてください。あれって何。はい、マー君、マー君、はい、おもてなし預かるよ。はい、預かります。じゃあちょっと今日のメンバーでね、集合写真を撮らせていただきます。皆さんもう遅くなってきましたけど大丈夫ですか。ありがとうございますね、最後までね。明日、明後日デーゲームですよ、お間違いないように。すいません、マー君がどうしても最後まで選挙活動したいということなので、ちょっとポスターだけ待ってください。これは大丈夫ですか、選挙運動大丈夫ですか、規則
とかには反しませんか？大丈夫ですか？はい、大丈夫だと思います。はい、はい、では参りましょう。まずマリンズのカメラからいきます。はい、ちょっとフォトセッションタイムでございます。皆さん、マー君へ清き一票をよろしくお願いいたします。大丈夫ですか？はい、じゃあちょっと皆さんの方にも目線配りますか。右側、みんなから見て右側。はい、こっち。はい、遅くまでありがとうございます、皆さんね。はい、明日デーゲームですから ね学校もね、朝早いよ。大丈夫、会社もね。はい、じゃあ今度左行きましょう。左、みんなから見て左。はい、なんかクールさんがね、皆さんもありがとうございました。曲がりすぎってぐらい左に曲がってますけど。超曲がった。大丈夫ですか？いいかな、はい、じゃあ真ん中行きます。はい、よいしょと。はい、ではこれが最後になります。撮影終了まで5秒前で参りましょうか。5、4、3、2、1。はい、おしまいです。ということで皆さんね、もうだいぶ遅くなっちゃいました。今日は本当に、このホーム開幕戦、皆さんの応援で、素晴らしいね、球場になったと思います。マリンズの勝利、本当にね、皆さんの応援のおかげです。ということで、皆さん明日明後日も引き続き勝てるように、ぜひ明日も球場でお会いしましょう。ありがとうございました。さあ皆さん、明日明後日は14時プレイボールです。お間違いのないようにお願いします。それではお帰りはお気をつけて、また明日元気にお会いしましょう。ありがとうございました。また明日。ではオールフォー千葉デイということで、千葉ユニフォームでの登場になります。皆さんもぜひぜひね、千葉ユニを着て熱く応援よろしくお願いいたします。以上をもちまして、本日の試合終了後のステージは全て終了になります。明日のステージの開始時間は11時45分かな、詳しくはホームページご確認ください。ということで、皆さん今日は本当に遅くまでありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。マリンフィールドにご来場いただきまして誠にありがとうございました。明日の試合は